ございまして、皆さん答え合わせです。昨日ですね、エイプリルフールだったので、たくさん嘘をついたんですけれども、その中にも実は本当のことも言ってますよっていう動画を出しました。まだ見てないっていう方はこちらをクリックしていただくか、もしくはカード動画説明欄からぜひですね見ていただいて、果たして彼はなんていう嘘ついてるの、この中にどれが本当だったのっていうのをちょっと探してもらってから、またここに来てもらって動画を見てくれたら嬉しいなと思っております。まず昨日の一つ目の報告ですね。一つ目の報告は、福岡に帰りますっていう、あれは嘘ですね。全然帰る予定ないです。まだ東京で、活動しますので、まあ福岡、東京にいる方はご安心をっていうか、まだ音楽活動もしますし、YouTube もやめません。二つ目の、報告の、宝部良治ドラマをやります、あれですね、本当です。本当なんですよ。いや実は宝部ってさ、あの一人グリーっていう多重録音ですね、こういうやつをやってたじゃないですか。これってもともとはやっぱグリーっていうのがしたいなって思ってて、海外ドラマのグリーね、あれ見てすごくやりたいなと思ってて、でもまあメンバーがいないからやれないから、じゃあ一人でやるかっつってこういう一人グリーをやったんですよ。まあその他にも全然理由はあるんですよ。もちろん海外 YouTuber に憧れて、サムツイだったり、マイク・トンプキンズ、カート・ヒューゴ・シュナイダーのあの人たちにすごい憧れてやったっていう、多重録音をやったっていうのもあるんですけども、もともとやっぱりミュージカルみたいなことがしたいなって思ってたので、こうやって YouTube 活動やってきて、いろんな友達とかができたので、そろそろ宝部できる頃なのかなって思ってですね、脚本、監督、編集、演出、まあ、等々、全て宝部良治で、ドラマを、制作しております。ゆくゆくはもちろんミュージカルっぽいことをやりたいんですけど、まあ先にそのミュージカルをやる前に、ドラマをやっとったこともないのにいきなりミュージカルっていうのは結構ハードルが高いかなと思ってて、ちょっとまずとりあえずドラマを撮ります。でドラマの撮影がなんと今月なんですよ。今月の中旬で、たくさんいろんな方に出てもらいます。コバッチでしょ、新田さんでしょ、関口さんでしょ、中川ゆりでしょ、 ABTV ネットワークのおじさんでしょ、で待望に出てもらって、主題歌も作っとるけん、公開は5月予定なのでぜひ楽しみにしててください。3つ目の路上ライブしますと、4つ目の、ヒッチハイクします。あれはですね、実は本当です。本当、タイトルはですね、題してラベッジハイク路上ライブで福岡へです。どういうことかというと、4月の後半に友達の結婚式があるんですよ。それまで普通に行って飛行機で行くのもまあいいんですけど、なんかちょっとやりたいなと思ってヒッチハイクしながらっていう、それ実はまあ12月ぐらいからずっと考えてて、11月かな。でその時にね、コバッチに相談したり しよったり、本当はですね、1月ぐらいからやろうかなって思ってて、コバッチに相談したら、コバッチから全力で止められて、宝部やめとけと、死んでしまうぞっつって、1月の野宿はえぐいどって言われてね、ちょっとどうしよっかって、こうやって暖かくなるのを待っとったったいって待っとって、でしたら4月の後半に友達の結婚式があるけん、でその時に帰ろうかなって思って、そう、両方本当なんよ。その間にですね、たくさんミッションを作ろうかなって思っとっちゃう。まあ、勝手に宝部が会いに行きたい人っておるけん、でその人たちに会うっていうミッションもあるっちゃけど、ぜひですね皆さん、ここのここが美味しいよ、ここのこのご飯が美味しいよっていうのがあったら、ぜひ下にコメントして教えてください。そこをもしかしたらそのミッションの中に入れ込んで、はい、その1週間の中で全部回れるかどうかわからんちゃけど、はい、やってみたいなと思っておりますけん、よろしくお願いします。ラベッジハイクはですね、23日の、朝10時都内某所で出発しまして、そこから、29日まで毎日ツイキャスをします。夜の10時に、本日の報告っていった形でですね、ツイキャスをしますので、まあ30分かな、やっぱりから1時間ぐらいかな、はい、なのでぜひ楽しみにしててください。そして皆さんが気になっているでしょう、5つ目の、宝部良治はゲイです、あれは嘘です。嘘だよすごく間違えられるけど嘘ですよ。ほんとね、すげえ俺のこと
ね、ゲイじゃねえのかとかね、一回だってコメントにもあったけどね、YouTube のコメントにも He is gay ってね、いやいや待って待ってと、 Is he gay ならわかるよ、いや He is gay って断定しとるやんって、いやお違うよ君は僕の何を知ってるの、違いますよ。まあただあのゲイの友達は僕たくさんいるし、LGBT は僕応援してる側の人間ですし、はい、といった感じです。以上、長々なりましたけどもご報告でした。そのシーズン2はまあ宝部領事のその楽曲っていうのをまたもうちょっと新しい形でみんなに提供できたらなと、届けれたらなと思って、ぜひ応援してください。4月の23日からのツイキャスもぜひ見てください。5月にアップされるドラマもぜひ楽しみにしてください。もちろんそれについている主題歌とかもですね、ぜひ楽しみにしててください。以上、宝部領事からのご報告でした。今後も応援よろしくお願いします。以上です、バイバーイ。コメントお願いね、宝部こんなとこ行ってみたらどうみたいなやつコメントお願いね。ちょっと遠すぎたらちょっと行けんと思うけどね、一瞬帰れんかったらね、友達の結婚式出れんかったらごどんもないけん、そんな感じです、バイバーイ。